練習体を動かしとかないとやっぱね、なんていうんですか、体がなまっちゃう気して、動かして。前髪は切ってへんな、なんやろ、そのままやけど伸びんの遅いからかも、うん、でも目にかかるようになってきたね、ちょっと小学6年生ですか、いいえ、高校2年生です。あ、ミラありがとうございます。あ、わかにゃん、やっほー、やっほー寝癖すごない？だって寝癖が外跳ねてどないなん寝ちゃ、猫の毛ついてた、うん、やだやだねえ、あの、なんやっけ、外はね、すんごい、いつも寝癖がすごいんですよね。いつもコテで直してるけど、ほんまに昔から寝癖がひどいんですよ。なんやろうね、髪質かな。ボンちゃんも寝てた、ボンちゃんは寝てたね。ボンちゃんとあの音符は一緒に床で寝てた、2人2匹可愛かったこんばんは。なんかいきなり始めたのに来てくださる皆さん好きです、キュッキュッありがとうございます。時計どこあった。しかもね、今日はめっちゃちょっとの予定です、申し訳ない。9時35分までしようかな、なんか思いつきでしたんですよ。7期生のみんなが配信してるっていう事実を知って、あー、わかんな、もう負けてられん。ミラありがとうございます負けてられんと思って配信してるしてるんでございますフフフ、寒いな。え、このクッション穴開いてるやん、縫わな寒いねえ、ほんとにねバチ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 のつもりないんやけど、なんやろ、なんかねえ、いや、なんか一応このテロップにもハッシュタググループ D よしって書いてるし、どんどんグループ D、 ハッシュタググループ D をしよう、もっと広めていこう広めていこうと、いた机に手打った思ってな思ってな。あ、若にゃんの影響で例のゲーム自分も最初から始めた。え、おもろいよな、若にゃんも今日一日中やっとったと思うわ。ああお正月やから許してください、ね、今日だけ、そんなんすんのも今日だけ。ん？マイティ、もっちゃん、コハタン、ユナナ、フワリン配信中だけど、今 ING で？そうなん？みんな配信してんねや。わ、クマさん、あ、ど真ん中にクマさん立ってる、ありがとうございます。いっぱいゲットしました、うん。例のゲームをね、ゲットだぜなやつ、あー、なんてゲットだぜで伝わったかな、なんだっけ、そう、ゲットだぜのやつやねんけど、そうだよ、そのゲームをね新しく買って、わかなはお正月ずっとしてます。もう正月も終わりか、いつかやもんな そう、10万ボルトとかのやつせいで。ミラありがとうございますガッツだぜはちょっとちゃうぞ眠たいね、ほんとに。あ、聞いて、多分匂いは伝わらんから無理やなあれ変えてん、シャンプーとリンス変えてん、昨日薬局行ってな、ちょっとめっちゃいい匂いすんね、桜の匂い
シャンプーとリンスを買いました。今まで使ってたやつが切れて、ちゃうの使ってみるとお母さんが買ってくれて、シャンプーとリンス新発売かな、分からへん。なんか初めて聞いたメーカーブランド、メーカーブランド、どっちでも一緒かやって、あ、いいんか分からんけど買ってみようみたいな。すぐものは試しやなと思ってやっぱりそうやと思ってたすごっ、エスパーやんおもろすぎ、さすがですこんばんは あら、そう、気分的に気持ちいい、ほんまに。なんかね、使う前がドキドキする、一番。でもほんまにね、前のよりサラサラ具合が違いますね。もっとサラサラになった。めっちゃいい、このシャンプーとリンス。すごい。感動よ。ごめんなさい、わかんないからただただ自分の髪見る配信はな、思わなくなるからやめよう。匂ってきた？ほんま？すごいな、さすがや。いや、最近のスマホはね、12とかまで出てるもんな。知らんけど知らんけど、最強の言葉知らんけど。だから外はね、なんやろ、いや、これは寝癖匂い合わへん時もあるよね。うん、あるあるある。でもこれはほんまに分かんないの、好きな、大好きな匂いやった。あの桜、あー、いい匂い、いい匂い、めっちゃ好き、めっちゃ好きフフ今日も来れた。あー、こんばんは、ありがとう。今日もね、申し訳ない、ほんま。なんか今日は全然配信するつもりなくて、ただただわかんのがご飯食べてダンスの練習してゲームして寝る予定やったんですけど明日ね、公演、ウィルビーアイドル公演があって、夜配信できひんなーって考えた時に、じゃあ今日しとかないとと思ってやりますね、やってますね、今やってんねん。時計の持ち方があれみたいな、陸上部のストップウォッチの持ち方みたいな。今20分、申し訳ないです皆さん、お仕事とかバイトとか学校とかお疲れ様です。今日もね、大変ですよね、絶対。公演前はね、配信ちょっとしにくいんですよね。みんなバタバタしてるから、なんかしにくいわけじゃないけど、でもわかる、もうみんなのウィルビーアデル公演でみんながメイク中とか、なんやろ、場所が空いてるところでわかる、いつもダンスしてるんですよ。ただただ踊りたいだけ。そう、ダンスして。一人で頭にスタッフさんとかマネージャーさんが通った時ちょっと恥ずかしいけど、気にしてない、気にしてない、全然全然気にしてないです熱いストーブ、皆さん生きてますか。今は彼女の足元が映りました。すいませんでした、大事故です。すいませんあ、どこまで映ったかは知りませんが、若菜の周りに映っていいものしかないので大丈夫です裸足見られたかなだったか、裸足やってんけど、今日裸足ってバレたんかな。天地逆さなった、せやんな、天井見えたよね、絶対かかとあたり、恥ずかしい、見せたことないのに
人なんて見せたことないのに。おもろ、自分でおもろとか言ってるわ。あら、こんばんは。はじめまして、はじめまして。シルマミルさんがラジオで褒めてたのを聞いてきました。そうなんですか。あら、おちょっと何て言ってたか気になるけど、ちょっと恥ずかしいですね。ありがとうございます。足めっちゃ映った、やだかかとカバー履いとかなね。申し訳ないね、かかと見せてね。バカナのかかとはツルツルですよ。何の情報いらんな、絶対。ちょっと暑かったんや、そう、暖房を緩めたかったのに天地逆さにしちゃったね。多分ね、リングライトをこっちにつけてるんですよ、スマホのこっち側が重みで傾いちゃって。あ、ミラーや、ありがとうございます。やからかな、すごい耳こしょばいわ。普段ね、わからない、すみません、あくびして。普段わかんないの。え、何の話やっけ。あー、忘れた。まあいっか。今日の髪外跳ねしてる。わあ、見事騙されてます。これは寝癖です。綺麗な外跳ねの寝癖ですよね。今日はなんかすんごい寝癖。どう寝たらこんな外跳ねになるんてぐらい寝癖。私の方が聞きたい。なんでやろうか、なんでやろうかね。今日は特別跳ねてます、外に。あら、可愛すぎて大好き。え、若菜も好き。あら、外羽大好きマンなん。外羽わかな、あんましたことないです。皆さん外羽好きなんですか。すんごい、え、猫の毛が。じゃあ今度外羽してみますね。うまくできる気しやんけど、自分で外羽するよりね、多分寝癖で外羽してくれた方が綺麗なんですよ。一回寝るしかないかな、絶対そうやな。あ、お披露目の時、お披露目の時からずっと好きです。嬉しい、ずっと見てくれてる。なんかお母さんみたいな、ごめんなさい勝手にお母さんとか言って、お母さん、お母さん、お母さん。お母さんってことで、うん。朝配信プリーズ。あー、してみたい、してみ、なんか1、2回したような覚えあるけど、わかんない、朝弱いから多分。まあダメですね、朝配信は多分寝ちゃうね、配信中に。そりゃあかんから、ちょっとやめとこ、やめとこ、ね、最初の頃は朝配信してみたけど、若菜には向いてないってことに1回目で気づけたので、それは良かったと思います。世界で一番好きな顔です。若菜が、ほんまに褒めすぎやで、世界、世界ってもうた。ワールドワイドやな、ワールドワイドの意味が分かれへんけど言ってみた。寝たら強制終了になるんや、なるほど。覚えた今。今週成人式です。お、おめでとうございます。成人いいですね、二十歳ってなんかいいですよね、響きがいい。220やからな、しかも今日じゃないわ、今年2021やしな、恵まれてますね。
朝配信かやってみる？多分できない気するんですけども、明日とかかな。顔真っ赤。なんでこんな顔真っ赤なんですか？今日はあくびしたからかな。出遅れた、こんばんは。全然大丈夫ですよ。まあ今日は短いんですけどね。てへ何がてへやねんって。めっちゃ鼻がすっぴんです今日は。何もしない、申し訳ないね。さっきから申し訳ないばっか。一回口癖になった言葉はしばらく口癖になっちゃうんですよ。前髪もね、なんか巻くか巻かんか悩んで、今日は巻いてへんねん。いいやと思ってね。寝起きってわけじゃないですよ、別に。別に寝起きってわけじゃないですよ。家の中でアウター着てる。今来たとこ、さっきまでスウェットってやつやったけど、ここの部屋は寒すぎて上着着てるね。アウターって言い方かっこいいけど、上着って言っちゃう。癖で。眉毛意外と細かってんな。いや、どうやろう、こっちはね、なんかね、もう生まれつきなんかな。こっちがなんやろう、いびつな形の眉毛で細くて軽く、こっちがね結構太いんですよね。なんか左右非対称な眉毛なんですよ。わかんない、もうそれは治らないんで気にしてません。生まれつきそうなんですよね。昔の写真とか今度見せますね。昔のわかんないの極太眉毛の写真見てほしい。こっちだけ太くて、こっちなんか変な形の眉毛。癖で眉毛抜いてた。あ、でも癖で昔ずっとまつげ抜いてたことあります。なんでやろうね、何の癖なんか分かんないけど、ずっとまつげ抜いちゃってて、昔ずっとまつげが短かったって言われました、親戚に。見てみたい。 あるで多分、撮ってきたら撮ってくる。あっちの部屋に、しかし言ってた時間まであと5分。延長しますか。すごいくちゃくちゃにしちゃったね自分で。まつげはあかん、その通り。ハニワみたいになるで。取ってきましょうか、タイムリミット。別に全然伸ばします、伸ばします。延長何円ですか。延長、何円。あ、多分お母さんがドタドタ言ってるから昔の写真撮りに行ってますね、これは。ほら。ありがとう、ありがとう、配信見てた。お母さんが持ってきてくれた。全然わかんない、見せますよ。めっちゃ眉毛太い。これんこんな。はい、なんかゆくちゃくちゃくちゃか反射してる。めっちゃ眉毛太ない？ほら、ちょっとリングライト外そう、光る。ほら、めっちゃ眉毛太ない。これちょ、眉毛に注目。めっちゃリリしない、もう繋がりかけてるもん。アイス綺麗に食べやって、ほんま思います、これは。おもろ、こん時から外跳ねや。しかもやっぱ癖毛なんですよね、結構。やからかな、多分せやな。まだある、3枚持ってきてくれ。あ、こん時の若菜はまだ眉毛綺麗かな。ちょっとお姉ちゃん映ってるから、ちっちゃい頃のお姉ちゃんも一応隠しときます。これは何食べてんねん。また食べてるわ。
かりんとうかな、かポテトか分からんけど食べてんな。よいしょよいしょ、ほらこれ眉毛ちょっと、あ、分かんない、映ってる。ほら配信映っちゃった。これはね、あ、どうしたらいいの。イケメン、あ、でも昔からなんかキリッてしてるって言われます。顔がちょっときつめに見えちゃうね。嫌なんですよね、顔きつく見えるの。またなんか食べてるわ。うわー、変われへんな、ずっと食べてるみたい。これは食べてない、よかった。あー、あっぷなー、食いしん坊キャラなるとこや。あの、これも眉毛リリシーな、こっち、どっち、こっちがちょっと薄くてこっちが濃いんですよ、リリシー。しかもこの帽子、時代が物語ってますよね。こんなあのバンバンの帽子みたいな、ウエスタンやっけ。すごい、へえ、すごい。おもろい。少しだけ下向きにしよう。せやな、こうか。眉毛太いね。もうこの3列の中でMVP はこれやろ絶対。食べすぎやん。これ何歳やろ、2009年2月5日って書いてる。全部2009年のやつですかね。ここ2011年、2009年、2009年っていつやろ、6歳、いや、6歳じゃないな、ちっちゃいから3歳ぐらい、 2、3歳、あ、ちゃうわ、05やから、ごめんなさい、2歳や。2005年やから、何歳、2歳か、2歳やな。こんな若手の話興味ないですよね絶対。申し訳ない、やめよう。多分2005年やから2歳、最近か。15年前、今何歳っけ、17やから15年前やな。ね、まあこんな写真は置いといて、まあ若菜は昔から眉毛がりりしかったってことで。りりしいやろこれは、すごい腕もちもちやもん。5年前、違う違う。2005年、だから15年前、んせやな。いいものを見れました、ほんまにいいものか。また探してまたお見せします。いや、見せてもいいことないからやめとこう。最近なんかな、なんか時間感覚、時空が歪んでるから、若菜の頭はいつが最近かいつが昔か、ちょっとごちゃごちゃしてパラダイス状態やけど。まあそれはそういうことです。よし、30、こんなちょっと時間過ぎちゃったからランキング読みに行きましょうか。ランキング読みに行きましょう。小さい時の記憶はないですね、他の。沖縄行ったぐらいしかない。まあ、家族、お父さんが沖縄めっちゃ好きで、沖縄にほんまに毎年行ってた記憶があります。そやか沖縄好きですね、めっちゃ。海きれい。ランキング読み行きます。13位、高野さん、高野さん。高野豆腐って言ったら怒りますか？小屋さん、ありがとうございます。12位、マスオさん、フグタくん。いつもありがとう、あ、モバメの返信とかもありがとうございます。ピースピース。11位、みんなの白米さん。
みんなの白米です。ありがとうございます。いつも寒い。10位、あ、にゃにゃにゃさん、名前かわいいな、ほんま。にゃにゃにゃ、しかもハート若にゃんってつけてくださるからかわいい。好き好き好き。ありがとうございます。9位、味方町さん。味方町さんもいつもありがとうございます。いい、味方町は名字ですか？いつもどういう名前の由来なんかなって気になります。8位、犬の気持ちさん。猫の気持ちじゃなくて犬の気持ち。犬の気持ちさん、犬の気持ちさん。アバターが気になるな。犬の気持ちさん、アバターはうなぎだそうです。矛盾がすごい。ありがとうございます。7位、アサヤン星。あ、今日はノーマルタイプの星ですね。ありがとうございます、アサヤンさん。今日は名前で遊んでね。ありがとうございます。6位、シンさん。シンさん、かっこ白眼鏡。シンさんもいつもありがとうございます。白眼鏡かけてるんですよね。みんな若眼鏡好きです、めっちゃ。ありがとうございます。5位、とも。絶対初見さん。絶対初見じゃないんですよね。ともさん、いつも来てくださってますやん。絶対もう全員に小さいつ2個もつけてる。絶対初見さん。じゃあ初見かな。ありがとうございます。4位、鉄眼鏡アットマーク唐揚げ推しさん。わかなかな、唐揚げ。わからんけど、わかなってことにしとこう。鉄眼鏡さん、唐揚げ美味しい、唐揚げが好きってことかな。まあ、かなも好き。ありがとうございます。3位、あきらら GT さん。あきららさん、 GT さん、いつもこんなこと言ってるけど、あきららさん、いつもありがとうございます。あきららさん、 GT さん、まあまた教えてください。2位、マツアットマーク香港さん。ありがとうございます。2です。今日は香港あったかいですか？また天気教えてください。ありがとうございます。1位、利根川わかあれやん、キンキンに冷えてますやん。利根川ですよね、確かこれって読み方。末広さんですかね。利根川わかなさん1位です。ありがとうございます。末広さんです。ざわ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 や。ありがとうございます。ランキング読み読めないと思った。わかなも一瞬なんて読むかちょっと考えたよ。でもね、の好きなんで読めましたね。よかった。あ、香港終わったかい。いいな。悪魔的なうまさだ言ってな。読めたね、えらい。やった、うれしい、うれしい。あ、初めてランクイン。お、おめでとうございます。よかったよかった。よし、あ、なんかね、お母さんから気を切ったんですけど、昨日若菜の配信は眉毛上げて追われてたそうですね。もうギリ、まあ、プチって切ったんですけど配信を。じゃあ今日もよし、今日の眉毛こっちは薄いってこと皆さん覚えておいてくださいね。右は濃いけど左は眉毛薄いでお願いします。いきます。あ、今日も配信来てくださって1400人の方ありがとうございました。ではいきます。おでこのシワすごっ。